今回は高野山でございます。大門。久々ですね。久々です。コロナになってから多分初めてですから3、4年ぶりぐらいだと思いますね。この仁王様すごいよね。相変わらずたくましいというか勇ましいというか。すごいです。今回はですね、はい、車両を言いたいんですけど、はい、工房大使さんに申し訳ないので皆さん頭の中で想像してください今日はじゃあ控えめに、ね、あれを食べよう、これを食べようっていうのを違う言い方で、工房大使さんのね失礼いたしました。大人旅歩き旅、今回は山丸ごとが世界遺産、高野山の旅。弘法大師生誕1250年、今だから拝観できる金剛峯寺のご本尊、歴史ある名刹でいただく華やかな精進料理。そして高野山の最新スポット、お坊さんがジュエリー作ってるんですか。はい、しかもご祈祷済みです。すごいパワーありそう。すごいよ。1200円。さらに和歌山が誇る山海の幸に酔いしれます。このお店ごと東京に持って帰りたい大人旅歩き旅、天空の聖地高野山の旅、あなたの人生が変わる出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、和歌山高野山の旅。大阪から橋本までは大和路快速と普通列車でおよそ1時間55分です。早速2人は高野山117カジの総本山へ。高野山真言宗金剛峯寺、黄金寺48000坪という広大な敷地を誇る金剛峯寺。平安時代の初めに弘法大師空海によって開かれた日本仏教の聖地です。すいません、お世話になります。こんにちは、よろしくお願いいたします。失礼します。まずこっちから見た方がいいですね。はい、どうぞ上がってください。すごいな。樹齢何年でしょうか。650年から700年の奥の院に立っていた杉の木で、はい、高さが樹高が多分57メートルあったと言いますので、下手なビルより高いぐらいの、はいはい、すごい迫力ですね。ですね。でこちらがですね、あの持仏で、いわゆるあの一般家庭でしたらあの仏壇と思っていただいたらいいと思います。お祭りされてるのは歴代の天皇陛下のお位牌とか、ね、歴代の住職、いわゆる雑の、はい、あのお位牌とか、そういうのがお祭りされています。そしてこの5月の14日からですね、はい、お大師様のご誕生1250年の記念大法会が行われまして、はい、今回の大法会ではご本尊の弘法大師座像が特別に開帳されています。こちらが宇大様があの中国から投げた三古書と同じ形を模して作った三古書ですね。空海が唐から帰国する際授かった宝具三古書、これには空海と高野山を結びつけるとんでもない伝説が。日本でその密教を学ぶ道場を教えてほしいということで投げたと、うん、まあ、物理的に考えたらねそんな届くわけないんですが、金色に光りながら紫の雲に乗って日本に向かって飛んでいったと、うん、でその飛んでいったのがその伽藍にある三古の松に引っかかってたと、うん、それを発見したことで菩提さんはますますここの高野山こそ密教の道場としてふさわしい場所だという確信を持ったと、そういう話です。よくできたよくできたお話ですよね。本当ですね。さあ昼ご飯を。お高野山という高野山からには精進料理。おここや、エコー院。エコー院、うわ立派だね。またこれ
1200年前に空海が五重の塔を建立し、毘沙門天不動明王を安置したことに始まる回向院。護摩祈祷や阿字観など様々な体験ができる宿坊としても有名です。そんな由緒あるお寺でいただく精進料理は、見た目も鮮やかな振る舞い料理。すごいですね、うん、何からいただくこれ抹茶塩のレンコン、なんか珍しいなって僕は一生懸命食べてるの。そうですね、なんかあお酒が、そうですね、はい、すぐにお持ちさせていただきます。ハニャトー、ハニャトー、おはようございます。そうだそうだ、由緒あるお寺の精進料理を魚に大宴会。あ、それ美味しいですよね。はい、色から色から色からどうぞと。大丈夫です、ありがとうございます。やっぱりこれがないと落ち着かないですね、三田村さん。やり直しだよね。いや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 、テンション爆上がりになっちゃった。どうも乾杯。お顔をいただきます。いや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 。ああ、うまい。美味しいね、これ。美味しい。特徴。いいですね、ほら全然テンションが違ってた、はい、あ、すいません、あの日本人思いました、日本人やっと調子が出たけど、このごま豆腐、ごま豆腐最高だよ、うん、まあ、小屋さんのごま豆腐、この真っ白な白ごまですね、うん、特徴ですね、はい、いただきます。リアクションがもっちもちね、しっとりしっとりとごまの風味がお上品ですね。甘さといい、その弾力といい、うん、すいませんね、勝手に飲んでやって。お酒を飲みになられる方ですか。お酒も、はい、あ、じゃあ一杯どうですか、一杯どうですか。いただきます、はい、おー、いやいやいや、だんだん盛り上がって百薬の長で、あ、すいません、いただきます、ありがとうございます。はい、もう一本お世話になります、ありがとうございます。すみません、貴重なものを見せていただいてありがとうございます。宴会になってますね。おいしいですね。あ、それちょっとおいしいですよね。昼から堂々と飲めるのも本当に。でもその精進料理ってなんか決まりあるんですか。まあ、一応植物性のものだけで、うんうん、あとまあ五訓を使わないといいまして、はい、ネギとか玉ねぎとかそういった性のつくものを使ってはいけないというふうになってます、うん、あ、そうですか。そうなんですか。修行中にニンニクとか食べると性がついて煩悩が起こるということで、はい、まあ、そういったものを使ってはいけないとされてます。さあ豆乳、うん、いいお出汁とね、うん、塩加減が最高です。美味しいお出汁、え、なんだろう、あー、なんかお出汁すごいクリーミーですね、うん、そうですよね、うん、そうね、すっごい、うん、生クリームが入ってるのかしら。まさかクリーム乳製品も、乳製品も使えないんでなんか健康的な感じだったね、はい、なんか身も心もホッとしますね。本当だね。ちょっとそこのなんか新しいお店さ、ショーだよ、ショー。ショー、ジャパニーズスパイスショップ。おお、こんにちは、お邪魔します。こんにちは。ちょっと、わー、綺麗。あ、なんかスーッとするようなミントのような香りがします。あのうち、山椒専門店で、はい、山椒が実は和歌山が日本一で、生産日本一で、その中でもあのよりすぐった山椒を使って。京都じゃないんですか。そうです。およそ1年半前にオープンした山椒の専門店、平野清椒庵。日本一の生産量を誇る和歌山でも最高峰として名高い有田川産の手摘みぶどう山椒を使ったさまざまな商品が並びます。その中でもよりすぐった山椒を一周移したものでこういう色が全く真緑で、あ、本当綺麗な、フルーティーな、はい、香りちょっと嗅いでいただくと分かります。うん、
すんごい山椒の、はい、爽やか。この山椒の葉っぱをポンと叩いた時のね、強い香り。新鮮な香りが特徴の山椒だからこそ、他では真似できない意外な味わい方が。焼酎とかハイボールに入れても、あ、良さそうですね、はい、ちょっとお飲みになられます？焼酎、はい、焼酎普通に売ってる麦焼酎なんですけど、一回ちょっとこのまま飲んでいただいて、はい、ん、あ、麦焼酎です、うん、そこちょっといちこですかね、なんだそうです、いちこです、さすがさすが、いちこの麦焼酎、うん、で、ここに、え、これに、ここにそこにこの山椒を、山椒を入れて、好みで一回、はい、結構入れてますね、結構入れて、か、香りが来た、あ、香りが、どうも、華やかですね、おお、あ、美味しい、これなんだろう、山椒の辛みというよりも華やかさ、香りがね、香りがすごい立ってすごいまろやかに、ね、まろやか、アルコールの度数全く感じなくなって危険で、危険、余計危険、よかったらおかわりしてください。なんかここも新しいのできてるよ。本当ですね、天風テラス、あ、最近オープンした感じですかね。いや、もう全然全然最近じゃないの。ねえ。っていうか、今あそこに人がいて、クマかなんかいるのかなと思ってさ、動くから動いて、えっ、って人間だった。え、何屋さん？いらっしゃいませ。何屋さんですか？こちらはあの天風テラスという、はい、書いてありました。はい。4月末にオープンしたばかりの天風テラスは、カフェと名産品のセレクトショップにワークショップスペースが併設された高野山初の複合施設です。野菜がこうあったり、はい、これなんかね、手作りの無添加ですって。そうですね、地元の農家さんから運んできていただいた精進野菜ということで、今後無事に奉納しているお野菜でございます。あっちにもいろいろ、あっちにもね、ありがとうございます。和歌山の特産、まあ、たくさん柑橘を使ったものもありますし、あ、ビンチョータン、はい、そうですね、カレーですよ、はい、ビンチョータンカレーだよね。あとこのデニッシュパンなんかは、あの精進ということで卵牛乳バターを使わずに作った、実際にお大師様にもお供えしているパンになります。そちらはあの金剛富士のお坊さんが作っている、え、天然石のワイヤージュエリーなんです。お坊さんがジュエリー作ってるんですか？はい、中村浩寛さん。あの、よかった、ご案内してくれた人。何にも言わなかったんだよ、その手先器用というか、はい、カメラマンでもあるんですけど、カメラも趣味で、あの方がデザインされてるんですか？はい、そうです、もう実際に作ってらっしゃいます。しかもご祈祷済みです。おー、ずるパワーありそう、ずるいよそれ、パワーありそう、ご祈祷済みの、はい、これ値段書いて、はい、値段全部後ろに書いてございます。これちょっといいですか、取って後ろに、はい、いくらかあります？いくら、ものすごく良心的な、ありえない値段よ。へえ、1万90円、ありえないですね、めっちゃくちゃ安いですよ。え、じゃあもうこれをもう一般市場に行くと桁が、桁違います、全然違う、うん、ちょっと仕入れ先を聞きたいね、どっから仕入れたんだろう。高野山から紀南方面、熊野本宮大社へ向かう場合に便利な聖地巡礼バスを運行しています。続いて高野山を降りた2人は和歌山線に乗って内田駅へ。ここか、絞りたて、広川市の地酒絞りたて、ここの絵、ここの絵、酢、清酒、明治41年創業のここの絵菜花、赤酢と日本酒を醸している珍しい蔵元です。お酢と日本酒を一緒に作ってる蔵元って日本で唯一なんですよ。え、作れるんですか、お酢と日本酒？そうなんですよ、後でその菌のことがあるんで、ね、菌が喧嘩して、そうそうそう、うん、お酢の菌が
お酒に入ってしまったら、うん、えらいことになっちゃうんですよね。そうそうそう、お酢になっちゃう。どうぞ、 こちらが日本酒です。で、従業員の方はもう確実に別々、もう別々です。ですからお酢の製造部がこのお酒の蔵に入るっていうことは今までないです、はい、いい香り、あ、いい香りですね。厳重に管理された蔵で醸した自慢の日本酒を少し試飲させてもらいます。ラインナップになるんですけど、これはもうこの地元の和歌山産の、山並み酒を 29% まで磨いた純米大吟醸。これ4合瓶でおいくらで市販されてるんですか？税別の1万円。おお、いや、それやったらちょっとあの空いてるので。いやいや、いいです。いやいや、ほんとね。いやいや、もう、もう皿はもったいない。いやもう、改善していただけるなんて、めちゃくちゃ上品よ、ね、香りとこの華やかさがふわっと広がるから、うん、甘さが邪魔にならない、うん、美味しさになって、こちらの酒粕を3年以上熟成させて木桶で弊社は赤酢を作ってます。すごい贅沢な赤酢ですね。最高の大吟醸の酒粕で作る赤酢とは。こっちがお酢の蔵です。こちらもう全く違いまして、これ今でも木桶で、木樽で、木桶で作ってるんですよね。3年以上熟成させた酒粕と純米酒だけを使い、120日間発酵熟成させた吟醸赤酢、寿司発祥の地と言われる和歌山が誇る赤酢です。お酢なんで、ね、もう見せると思うんですけど、よく飲むんです。お酢もありがとうございます。健康にいいですからね。水は飲まないですけど、お酢、 お酢とお酒は。おお、うん、とんがってないですね。柔らかい、ものすごくまろやか。さあ、あきちゃん、はい、精進料理で、うん、魚と肉食ってでいいからさ、はい、存分に食うかい。これここで、ここでもう小屋さん離れたから、そうですね、いいんじゃない、もう空海で、もう言いたい放題ですね。もういい、もういい。3回インパクトありますね。魚と肉、山と、すごいね、山海だもん。いらっしゃい、いらっしゃいました。よろしくお願いいたします。お邪魔します。そうなの、このボトル持って帰りたいな。2.7リットル。俺今家これなんだ、この大きさ。夕食は地元の人に愛される居酒屋三階で、まずは和歌山の地酒とウイスキーのロックで乾杯。これロックですか？そうです。これロックで、水割りの量だよね。びっくりした、私三田村さん大サービスロック、お疲れ様です。生です。お疲れ様で、うん、失礼します。お作りのご紹介です。おいしそう。はい、1200円。コスパ最高、和歌山の3階の幸が続々。このお店ごと東京に持って帰りたい。失礼します。お作りのご紹介です。おいしそう。はい、ハモ、ハモ、ハモと本マグロ。早いですね、ハモ。はい、そうなんですよ。で、本マグロとタイと、あとサワラの焼き霜とクジラです。さすが和歌山、クジラ。え、これこれいくらだった？ごし盛りで1000いくらだったよね。1200円。これマグロ生ですよね？生です、はい。冷凍じゃなくて？冷凍じゃなくて。それでクジラが入って、クジラも入って、ハムが入って、だから儲からないですよ。はい、儲からないですよね。儲からないですよ。はい、酒いっぱい飲まないと。そうです、ね、飲んでください。クジラから行こうかな。お、綺麗なサシ入ってますね。あります。なんでこんなにクジラ臭みが出てないんですかね。
これね、ほんま臭みないんですよ。で、まあ程よく脂乗ってるんで、はい。いや、程よくじゃなくて、まあ、めちゃくちゃ肉質が柔らかいし、とろけるぐらいで、このお店ごと東京に持って帰りたい。うーわ、このマグロすごい。マグロ大好きやから食べよう。うん、赤身なんだけど、もう 中トロ、中トロと赤身の、うわー、おいしい。感激。ありがとうございます。ひるき感激じゃなくて、くにくに感激。くにくに感激。ありがとうございます。新鮮な海の幸だけでなく、ほとんど地元でしか出回っていない桃山喧嘩地鶏など、和歌山自慢の山の幸も味わえます。喧嘩地鶏って言うとさ、一生懸命動いてるからもっと筋肉質かなって、肉質がちょっとしっかりしてるのかなと思ったら、はい、そうでもないですもんね。そうですね、柔らかくて、うわー、美味しい。和歌山の熊野牛のユッケ、ユッケ、ユッケです、はい、うわー、ユッケ、これは三田村さん大好きなね。大好き。うわ、すごい、これいくらでしたっけ。これ1200円です。はい。ちょっとこの量、この量、最近量多めに変更したんですよ。もうちょっと少なかったんですけど。ユッケね、ユッケ俺大好きで。いただきます。明日からテレビ大阪の空いてるところに特貫工事で全部あの厨房作りますから。お願いします。うわー、美味しい。とろ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 、これもう放送できないけどさ、はい、あの初めてキスしたような感じの食感が。それ放送できそうですけどね。メニューものすごく豊富でしたけど、うん、ちょっとだけ最近ちょっと減らしたんですけど、こんだけ、それでもこのメニューの量よ、ね、手書きですよね。手書きで、はい。この特大のエビフライ1400円も特大っていうぐらいですから、うん、まあ、名古屋のエビフライのあの、そんな大きいんですか。持ってませんか今の。いや、そんなぐらいです、ほんまに。ちょっとそれ食べてみたいな。なんかちょっと待ってください。あの手どのぐらいしました。こんなもんですかね。これ取っておきましょうね。え、このぐらいは。あ、このぐらいですね。このぐらいはあると思う。そんなにある。オッケー、このぐらいですね。はい、よし。上げて。上げて。楽しみだわ。1400円。本当にそんなに大きなエビフライなのか、果たして。はい、失礼します。はい、特大エビフライで。うわー、確かに確かに、このちょうどぐらいちゃうかなっていう。おー、これより大きいわ。すごいね。すごいな。これはエジから、このエビエジからありますよ。ちょっと衣がさ、はい、なんかあの割り箸ぐらいの大きさじゃないの。これ伊勢エビぐらい身がありますね。あ、もうでもそうですね、ずっしりですね。はい、これふきまして、まあ周りふいてます。いや、安すぎてさ、ちょっと掃除して帰らないとさ、申し訳ないぐらい。美味しすぎて、何の締めコメントも出ないぐらいさ、考えてなくて、ただうまいなって。締まらないですね。もうね、もうこの辺の和歌山にね、用事がなくてもね、大阪からここまで来たいですわ。ありがとうございます。どう